連邦国防省は、ドイツ連邦共和国の国防を所管する連邦政府官庁。1950年、コンラート・アデナウアー連邦首相は、テオドール・ブランクを首相特別担当官に任命し、ブランク機関を設立させ、国防問題の諸計画を作成させた。1950年12月に、約20人の協力者が、中核的役割を果たすべく、ブランク機関に配され、 連合国軍増強に付随する問題に関する連邦首相全権委員の任を果たすことになる。ブランク機関は1955年6月までに人員が増強され1300人以上が勤務していた。そして1955年6月7日にドイツ基本法、1961年12月30日に外務省、内務省、財務省及び司法省とともに 標準的象徴への改正のため連邦国防省に改組される。1990年のドイツ再統一により東ドイツの国家人民軍が編入される。連邦国防省本省は当初、ボンのエルメカイル兵営に置かれる。その後、1960年からボン聖公のハルト兵営地区への移転が開始され、現在に至っている。1993年以降、大臣は、 ベルリンのベンドラーブロックに第二執務部を設けて、そこで執務している。ボンセイコーのハルト兵にある連邦国防省の入り口連邦国防省の第二、庁舎となっている、ベルリンのベンドラーブロック。ティーアガルテンとラントベア運河の間に位置する。ドイツ帝国海軍の庁舎として建てられ、ナチス時代には増築されて、国防軍最高司令部や陸軍総司令部が置かれ、 ヒトラー暗殺未遂事件当時には暗殺計画に関与する将校らが属する国内予備軍の本部が置かれていた。現在は国防省のほか、ここで処刑された暗殺計画関係者を記念するドイツ抵抗運動記念館も置かれている。連邦国防省は国防行政を執行するため、平時においては連邦国防大臣が連邦政府の最高式命令権限を有し、 執行機関であるドイツ連邦軍を所管している。このため連邦国防省は文民及び軍事部門を有している。任務上、最も重要な機関は全軍式幕僚幹部で、当該機関は内部に7個の幕僚部、42個の部署を従えている。大臣直轄機関には以下の2つがある。連邦軍は大きく2つの機構分野に分けられている。武漢からなる。 軍事気候分野と分官からなる文民気候分野である。このため連邦軍は以下のような体系となっている。ドイツの軍部大臣一覧、ありがとうございます。